はい、皆さんこんにちは、たけしです。本日もよろしくお願いいたします。はい、で今回なんですけれども、スクワットの素晴らしさについて皆さんにお伝えすることができればなと思っています。僕自身ですね、まあ、フィジークやベストボディの大会で入賞した経験があって、まあ、体はねそんなにすごいできて大きいとか、そのトップクラスのねフィジーカーとかそういう選手には全く通用するような体ではないんですけれども、まあそれなりにやってきた自負もございますし、大学時代はアメフトをしていて、まあ今もしてるんですけどね、そういったところでいろんな経験体験をですねしてきて、まあやっぱ本当にスクワットっていうのは素晴らしいなっていうのを感じてきておりますので、まあそういった僕の経験であるとか体験に基づいた一次情報を皆さんにお伝えすることができればなと思っております。はい、この動画を見てる方の中には、まあそのまあ、僕はあまり科学的な説明とかが得意ではないので、どっちかというとまあ脳筋ノーロジックで、まあ、最後は根性論みたいなことを言ってしまう人間ではあるんですけれども、まあ、そういうのがですね気に食わない人から見たら何言ってるんだこいつっていうふうになるかもしれないんですけど、まあ、あくまで今日は僕の考えっていうのを皆さんにお伝えできればいいなと思っているので、興味がある方はぜひお付き合いください。はい、ということで今回はですね、まあ、冒頭にもあったようにスクワットの素晴らしさをお伝えしたいと思うんですけれども、まあ、僕の経験に基づく情報だけだとどうしても科学的な根拠がなくて、見てる人も、うん、それ本当ってなると思うんで、まあ、僕なりにやっぱりこういうふうにパソコンでいろんなデータを取って論文とか見て調べようと思ったんですけど、無理です。うん、こんなのはいい、もうパソコンなんて隅っこに置いときましょう。ええ、もうこういうね、細かいね、なんか科学的なね、内容とか、もう論文で、ああだこうだっていうのは、もう他の人がやってくれてます。いろんな YouTuber がね、やってくれてるんで、もうそういう細かいのが気になる人は、そっちの YouTube を見てください。もうそっちに行こう。そっちに行こう。僕はそんなのは話しません。もうそういうの苦手なんで、もうそれ難しいのいいんで、もうシンプルに行きたいと思ってます。はい。なので僕が思うね、スクワットの素晴らしさっていうのをつらつらと喋っていきたいと思うんで、どうぞよろしくお願いいたしますというところなんですけれども、はい。でね、何が素晴らしいと思いますか、皆さん、スクワット。はい。スクワットの素晴らしいところ。一つです。しゃがんで立つ、これがめちゃくちゃ大事なんですよ。しゃがんで立つ、これが本当に大切、うん、大切なので、もう一度言います。しゃがんで立つ、これがあなたの人生を変えてくれます。そう、体じゃないですよ、人生を変えてくれます。スクワットのしゃがんで立つ、これがあなたの人生を変えてくれます。素晴らしいでしょ。もうどんだけ素晴らしいんだよって話なんですけど、そう、人生を変えるって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、いや本当にね、人生変えてくれるんですよ。はい、ね、やっぱりね、皆さん人生において大きい挑戦するときあると思うんですよ。就職のときとか転職のときとか、何か挑戦してお金を払って何か頑張るとき、ね、何者かになろうと思って頑張る時期は皆さんあると思うんですよ。絶対に僕もそうです。どうも辛い時期はありました。でもね、やっぱりね、まあ、今も全然、まあ、そんな大したことはないんですけれども、やっぱ辛い時期があるんですよ。そんなときにね、本当にスクワットを思い出してほしいんですよね。スクワットを思い出してほしい。うん、で、まあ、例えば人生において挑戦するとき、やっぱり低い壁はね、すぐ飛び越えれちゃうんで、こんなのはどうでもいいです。こんなのはもうみんな好きになってくれって感じなんですけど、やっぱ高い壁を設定したとき、高い壁はね、なかなか越えれないんですよ。でもね、やっぱ高い壁に立ち向かえたくなるときがあるじゃないですか。ミスチルも言ってました。高ければ高い壁の方が登ったとき気持ちいいもんだって言ってましたけど、もう本当にその通りだと思うんですよ。その通りだと思うんです。はい。でね、その高い壁に立ち向かったときにどうなるか、すぐ越えれないから辛いんですよ。大変なんですよ。苦しいんですよ。そのとき絶対あると思うんですよ。でもそういうときにね、やっぱこう、すぐに折れたら何者かにはなれないから絶対頑張らないといけないです。でもね、辛いんですよ。ぐーっとね、ぐーっと耐えて耐えて、でも落ち込む時がある。不安な時がある。どうしてもね、精神的に辛くなって逃げたくなる時もある。ぐーっと沈んでいく時があるんですけど、この沈む時があるからこそ、ぐっとね、こらえた時期があるからこそ大きく羽ばたけると思うんですよ。だから高い壁が越えれると思ってるんですよ。はい。バネもそうですよね。バネもギューッと力がギューッと凝縮された後にバイーンと弾むわけじゃないですか。はい。バイーンと弾んだ後に大きく飛んでいく。それ、人生も同じだと思うんですよ。はい。じゃあスクワットはどうですか？そこでしゃがんで立つなんですよ。重い重りを持って、しゃがんでぐーっとこらえて、きついですよ。きついですよ。もうレップを重ねればきついし、重いものを持てば一回でもきつい。そのきついのを繰り返していくことで、うわ、きつい。でも立ち上げる。うん、この時に人が強くなるんですよ。わかりますか？もうそういうことにスクワット素晴らしいんですよ。このしゃがんで立つ、このシンプルなことがですね、あなたを強くします。はい。これはもう体だけじゃないですよ。抽象化したら、あなたの人生を、あなた自身を強くしてくれます。スクワットやりましょう。みんなも。担いで、しゃがんで、立って、人生最高にしていきましょうよ、本当にもう。これが今日話したかった。そう、そうなんですよ。もう理論とかそういうのはもうとりあえず後でいい。しゃがんで立って、人生良くしていきましょう。はい。ということで、ということで、どういうことなのかってこの話も、僕の一時情報に基づいたスクワットの素晴らしさでした。じゃあね。